こんにちは、月島です。今回は動画編集ソフトの Final Cut Pro を操作するために私が設定しているルーペデックのアクションをいくつか見ていきたいと思います。目次です。マーケットプレイスとプロファイル、作成したワークスペース、便利なアクション、気になること、最後にまとめと次回予告です。ルーペデックのソフトウェアを起動すると、右上にマーケットプレイスへのリンクボタンが表示されます。このページの中にアプリケーションのプロファイルがある場合はダウンロードして使用することができます。ダウンロードしたプロファイルはソフトウェア上部のプロファイルの欄に表示されます。またダイナミックモードをオンにしておくと、例えば Final Cut Pro を起動した時にルーペデックが自動でソフトの起動を感知してボタン配置が切り替わります。右側の3点リーダーをクリックするとダウンロードしたプロファイルを元にして空のプロファイルを作成したり入れ替えることも可能です。作成したプロファイルを書き出しして別のパソコンに読み込んで使用することもできます。私は2台の Mac を使用していますので、プロファイルの書き出しと読み込みができるのはありがたいです。快適にアプリケーションを操作するには工程ごとにワークスペースを作成した方が良いと思います。私は動画編集する時の工程を3つに分けました。新規プロジェクトを立ち上げと書き出しをするとき、カット作業をするとき、テロップなどの編集をするときです。それぞれにワークスペースを作成しました。Final Cut Pro を立ち上げると、まずホームページが表示されます。1段目の3つが私が作成したワークスペースで、2段目のオーディオとカラーは元からあったものです。全く使用していないのですが、一応残しています。この中から使用したいワークスペースをタップすると、配置したボタンアクションが展開される流れです。私は腕の疲労軽減のために、普段トラックボールを一定時間で右と左に入れ替えています。ルーペデックも右と左に移動することになりますので、右手と左手で操作できるように鏡に配置したページを作成しています。このような感じで使用しています。やはりノブに割り当てられるダイヤル調整のアクションがとても便利です。クリップの高さ調節、クリップのズーム、1フレームごとの操作、クリップの音量操作、インスペクタータブのセレクト、Mac のボリューム、編集作業をするときに私はこれらをノブに割り当てています。プレスアクションは押すと実行される操作です。ブレード、フェードイン、アウト、トリムスタート、エンド、トランジション、他にも便利なアクションはありますが、私が絶対に外せないのは上記のアクションです。例えばブレードはマウスだとブレードのモードにして希望の場所でカットしてブレードモードを終わらせるといった作業が必要ですが、ルーペデックを使用する場合は希望の場所のクリップをワンタッチでカットできます。フェードイン・アウトもクリップを選択して押すだけで設定されます。今まではクリップの端にマウスのカーソルを持って行ってドラッグするという作業が地味に大変でした。トリムスタート・エンドもあると便利です。
トランジションも同様にワンタッチで設定できますのでとても楽です。以上のアクションを導入するだけでも作業時間とストレスがだいぶ軽減されて楽になりました。気になることの筆頭は、キーボードの設定が US キーの状態でないとノブやボタンを押しても反応してくれません。例えば編集作業中に日本語でテロップなどを入力した後に US キーに切り替えないとルーペデックは機能しないということになります。ちなみにサファリやキーノートなどは日本語キーボードの状態でも操作することができます。集中して編集作業をしていると US キーに戻すことをよく忘れますので、日本語キーでも動くようになると嬉しいと思います。大型ホイールのアクションの割り当てに悩みます。触り心地はとても良いのでメインで使いたいところではありますが、精度が良すぎて割り当てたダイヤル調整のアクションを制御できない感じです。例えばシークバーを割り当てると少し動かしただけでも行き過ぎてしまい、希望の場所に持っていくのが難しいです。他にズームを割り当てたとしても一気に大きくなってしまったり小さくなってしまったり、逆に操作がしづらい感じです。とりあえず今は10フレームを割り当てていますが、あまり使用しないので何かうまく活用できる方法を探しているところです。またウェブブラウザなどではマウスホイールのダイヤル調整を割り当てていますが、これはとても使い心地が良いです。前回の動画でも述べましたが、ルーペデックは購入して後悔は全くないアイテムです。機種も一番ボタンの多いルーペデック CT にして良かったと思います。ファイナルカットプロのアクションについてあったらいいなと思うものもいくつかありますので、プロファイルの中から探し出すか自分で設定するかして、より使いやすくなるように研究していきたいと思います。また DTM の方ではまだ使用していません。今すぐに使わない理由は、 DTM ソフトは iPad でコントロールできるアプリが各社リリースされていますので、 iPad がルーペデックの代わりを務められます。とりあえずは Final Cut Pro で使用していく予定です。次回は足でパソコンをコントロールできるストリームデッキを購入しましたので開封レビューをしたいと思います。ボタンは3つだけですので操作できる項目は限られますが、言うならばルーペデックの足版です。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。